知らせします。はじめに東京方面へ向かっている方に通行止めの情報です。およそ60キロ先の首都高速3号線上り谷町の路肩で工事を行っており、通行止めになっています。次に車線規制の情報です。この先の伊勢原ジャンクション付近38キロポストで工事を行っており、左側2車線の通行になっています。引き続き名古屋方面へ向かっている方に車線規制の情報です。伊勢原ジャンクションのおよそ6キロ先から花の中インターまでの区間で作業を行っており、左側2車線の通行になっています。なお、上り線の加速車線や東京料金所で ETC 割引待ちの駐停車車両により混雑または渋滞が発生しています。高速道路上での駐停車は禁止されています。休憩や時間調整には手前の休憩施設のご利用をお願いします。ハイウェイラジオ伊勢原よりお伝えしました。